今日は5月4日です。アリゾナ州立大学の学生をインタビューします。お名前は？エブラ・ヘンドリックスです。何年生ですか？1年生です。専攻は何ですか？美術です。何歳ですか？18歳です。何月生まれですか？7月生まれです。ご出身はどこですか？レンデルです。昨日どこへ行きましたか？昨日映画館へ行きました。何時に昼ご飯を食べますか？12時にを食べます。どこで勉強しますか？図書館で勉強します。どんな映画を見ますか？スウィニー・タッドを見ます。何時に起きますか？7時に起きます。どこで、どうしますか？ベレットで運動します。昨日何時に寝ましたか？昨日1時に寝ました。どんな本を読みますか？漫画を読みます。何語を話しますか？英語とスペイン語と日本語を話します。ありがとうございます。